魂を半分食われたら女神様に同情された？星1、異世界大戦争が勃発してなんやかんやあって異世界の均衡が崩れてワンワンオが一匹現代日本の人族の主人公の家に侵入して超絶運よく魂を半分食われたおかげで異世界の管理者からオレツ A 得点をもらって異世界で無双するシナリオ。この漫画の門芸すげえところは2話も使ってタラ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 俺はとっても不幸な人間でうんぬんの不幸自慢を始めるところ、それでいてその自慢の不幸が別に対して不幸でもなんでもないよくある話だという部分。こういう作品はナロー系が存在しなければほぼ絶対商用化されない作品なので、こういうある意味すげえ作品が運が良ければコミカライズまでいけるという部分が昨今の社会の多様なベネな部分だと思うので、何が趣深いかというと自分でクズのメスと付き合うって決めたのにメスがクズだったのが悪いみたいな感じとか口不幸自慢を2話も使ってダラダラ一人語りし始めるし、挙句に気立てと器量の良いメス2人と疑似ハーレムしているくせにクズのメスと付き合ってて、さっさと切らずに探偵使ってざまあするっていう、その程度のクズメスは腐るほどいるので、そんな感じのこのシナリオ担当の闇の深さをたしなむことができるあんこに染み渡るある意味すげえ作品なので、シナリオは有り余るチートを使って薄い世界創造をするシナリオでありバンバン生物を生み出すとかこの世界の生態系をぶっ壊すやりたい放題な感じ、ある意味すごすぎておすすめ。